うらなみです。今日はロケにご協力くださった皆様にちょっと今日の感想を聞いていきたいと思います。ではまず漆島さんめちゃめちゃ緊張しますね。本当に緊張しましたか？はい、もう全部初めてでご迷惑かけてすいません。いえいえいえ何か印象に残ったことあります？こんなに大掛かりなんだっていうふうに思いました。そうですね。飯草さんはいかがですか？そうですね、思いを伝えるってすごい大変だなって思いました。アドリブも難しいですし、なかなか言いたいこと半分も伝えられなかったなと思って、ぜひもう一回畑に来てもらいたいなと思いましたぜひいつでも呼んでくださいいや、高桑さん。いや、でも緊張しましたね。なかなか、どういうこと話そうって考えててもなかなかそれが出てこなかったり、あとはそうですね、うまく言えないことが多かったので、明日もう一回取り来てもらえればもっと面白いあ、じゃあもう一回明日ねお伺いして立川さんどうでした？大体言われちゃった感じでも本当に緊張して、やっぱ1週間ぐらい前は全然平気だったんですけど、前日になったらやばい明日だなみたいなのから、高桑さんちロケが出たよっていう電話もらった段階で、やべ、もう来るもう来るっていう感じになって結構ドキドキしながら待ってましたね。ハルルンはいかがでしたか？すごく可愛いなって言われた。さっき畑で高桑さんが飯草くんの畑を撮ってる時に、やばい、俺の彼女を撮られたようだっていうのがすごい印象的で、さっきはうちの畑であんなに親密にしてたのに、隣一生懸命話してくれたのに、あ、次やばい、飯草くんに撮られた、なんかそんな気持ちになりました。次から次へと言ってる女みたいになってますねいや、なんか皆さんのお話が来てとっても今日も勉強になりました。旬ナビ見てね。川崎野菜を味わいながら、もう無理、ごめんなさい、本当にごめんなさい、本当にすいません、もう本当にすいません、もう川崎野菜を味わいながらくつろげる素敵な空間、皆さんもぜひ食べて、ごめんなさい、大丈夫、はい、3